ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢だわ。この前、ものすごい速いプロボックスに追い抜かされたのよ。プロボックスって、平日の夕方になると排気量が上がったかのように速くなるよな。そうね。高速道路とか走ってると本当にそう思えてくるわね。でも、あれに VTEC をつけたらもっとすごいことになりそうよね。さすがにトヨタの車にホンダのエンジンは乗らないだろうが、気持ちはわかるぞ。私も、ホンダの CB400 に乗っていて VTEC エンジンの凄さは痛いほどわかるからな。そうなんだ。私は忍者400に乗ってるけど、あのエンジン音はすごく羨ましいわ。そうだろ？あの6500回転あたりで音が変わってレッドゾーンの15000回転まで回っていくのは、本当に痺れるんだよな。いいな。でも、トヨタのプロボックスにそのエンジンが乗ったら面白そうよね。でも、今はもうホンダもプロボックスみたいな普通車規格の商用版は作っていないのよね。そうだな。かつてはホンダにも夕方のプロボックスですらぶち抜くくらい速い商用版があったんだがな。そうなの？ああ、しかも元がシビックだから、VTEC エンジンも難なく乗せられて、まさにリアル行動最速伝説だとも言われているんだ。そんな車があったの？気になって仕方がないわ。じゃあ今回は、ホンダのパートナーを紹介するぜ。まず、パートナー発売に至るまでの経緯を説明しよう。よろしく頼むわ。まず、ホンダには2代目シビックの発売以降4代目のシビックまで、およそ20年にわたってステーションワゴンの設定があったんだ。そうなのね。知らなかったわ。それで、そのシビックのステーションワゴンの車体をベースに、商用版に必要のないその時々の豪華装備を外したモデルを販売していたんだ。その時々のって？例えば、ABS とか鉱石のシートベルトとか、エアバッグとかだな。これらは今や最低限必要な安全装備という扱いになっているが、登場したばかりの頃は豪華装備に入るものだったんだ。なるほどね。そういう装備を省く分、値段を安くしてたのね。でも、安全装備を省くなんて今では考えられないわね。おそらく、今のアダプティブクルーズコントロールや自動ブレーキみたいな位置づけだったんだと思うぞ。なるほどね。それだと贅沢品の部類に入るわね。あとは、ベースモデルについてる見た目を良くするためのメッキとかモールとか、木目パネルとかを単なるプラスチックとかに変更もされてたぜ。そういう乗用車の設備を簡略化した貨物車をホンダは歴代のシビックをベースに作っていたのね。そういうことだ。それで、ベースのシビックが6代目になった時にこのパートナーが発売されたんだ。それは、何年のことなの？シビック自体は1995年で、パートナーは1996年なんだ。それじゃつまり、シビックができてからそれをベースにパートナーができたってことね。正確には、シビックからオルティアっていうのができて、そこからパートナーができてるんだ。その、オルティアって何？シビックのリアオーバーハングを 200mm 延長してできた、ステーションワゴンモデルなんだ。その、リアオーバーハングってリアタイヤのさらに後ろに当たる部分よね？そういうことだ。ここをシビックより後ろに広げることで荷物の積載力を上げたのが、オルティアなんだ。それで、オルティアからパートナーになるにあたってどんな変更がされたの？まず、登録が乗用車から貨物車に変わったんだ。すると、どうなるの？荷物の積載を目的に使われる車ということで後席の空間とトランクルームの大きさを比べたときに、トランクの方が大きくないといけないんだ。そんなルールあるのね。さらに、急ブレーキを踏んだときに積んでる荷物が運転手にぶつからないように、運転席助手席の後ろに保護棒や保護板を設けないといけないというルールもあるんだ。そうなんだ。税金とか車検とかはどうなの？乗用車と同じなの？車検は乗用車なら1回目が新車登録から3年後で、貨物車は新車登録から2年後なんだぜ。そしてそれ以降は、乗用車だと車検が2年に1回で貨物車は1年に1回になるんだ。貨物車の方が頻度が短いのね。まあそれは年間の走行距離とかが長くなりがちだからなんだろうな。それで、車検にかかる費用はどうなの？
そもそも車検費用って、何でできてるか知ってるか？購入した販売店に持って行って言われた額を毎回払うだけだから知らないや。まあ普通はそうだよな。じゃあまず、法律で定められている費用からだが、自賠責保険料と自動車重量税、検査手数料の3つに分かれているぜ。それは具体的にいくらなの？重量税は車の重量に従って課税されるから車種とかによって変わってくるんだが、今回はパートナーとベースのウルティアで比較していこう。どのくらい変わるのかしら？まず、パートナーは初代2代目ともに車重は 1000kg から 2000kg の区分だから1年で6600円だ。それで、オルティアは？オルティアは 1000kg から 1500kg の区分だから1年あたり 12,300 円だ。なるほど。倍近く違うのね。でも、1600kg から 2000kg だと乗用車より重いのに重量税が安いのね。これは私もなんでなのかわからないが、そういうことになるな。続いて自賠責保険料がパートナーは年間 14,280 円で、オルティアが年間 12,700 円だ。こっちはむしろパートナーの方が高くなるのね。これはおそらく、貨物車の方が運転する時間が長くなる傾向にあるから、事故や故障を起こす確率が高くなるんだろうな。なるほどね。保険料って事故とか故障が起こる確率を見積もって算出されるから、その分高くなってるのね。そういうことだ。冴えてるな。そして最後に因子代なんだが、パートナーは年間2100円でオルティアは年間1100円になるんだ。結局、1年あたりの法定費用はパートナーの方が安いのね。そうだな。パートナーが年間22980円で、オルティアが26100円だから。1年で3000円ちょっと安い計算になるな。それ以外にも自動車税とかがかかってくるんだが、一般的には貨物車扱いにした方が安くなるみたいだ。そうなんだ。全然知らなかったわ。自動車税に関しては乗用車が排気量で課税されていくのに対して、貨物車は最大積載量を基準に課税されているから比較しがたいんだが、貨物車登録になると、自動車税についても安くなるケースが多いみたいなんだ。その言い方だと、乗用車として売られている車でも貨物車にできるの？もちろんできるぜ。今回はライト版の維持費の話だから。これ以上は広げないがそういう手段はある。そうなんだ。とにかく、貨物車登録だと維持費が安くなるのね。今回は、当時の税金関係が出てこなかったから今現在の税金で算出したんだが、だいたい常に貨物車登録の方が数千円くらいは安かったみたいだ。そうなのね。それで、このパートナーはオルティアからどのくらい装備が省かれているの？それはグレードにもよるんだが、エントリーグレードである 1.3 リッターのモデルは、シートがビニールシートでパワステがメーカーオプションだったんだ。衝撃的ね。本当に、パワステがオプションって、今時パワステなんてどんなに安い車を買う時でも外そうとしても外せないわよ。でも、当時はそういう扱いだったんだ。今でこそ当たり前の装備でも、当時は当たり前じゃなかったんだ。そうなのね。ちなみに駆動方式はどうなの？ FF か、4WD だ。それじゃあ、会社の方針でパワステのないモデルを購入することになってたら、運転した翌日に筋肉痛になりそうね。そうだな。特に FF 車は駆動輪である前輪に荷重をかけるために、100kg 以上はあるエンジンをその前に置いているから今のパワステに慣れた世代からしたら、想像もつかないくらい重たいだろうな。そして、その上のグレードは？ 1.5 リッターエンジンを搭載しているグレードで、これになるとシートがファブリックになるんだ。その、ファブリックシートって何？いわゆる布シートのことだ。そして、このグレードになると装備が充実していてエアコン、パワステ、パワーウィンドウが、標準装備になっているんだ。それ、逆に最初のグレードだとエアコンもパワーウィンドウも標準ではなかったのね。そういうことだな。窓を開けたかったら手動で開けるしかないな。そして、その 1.5 リッターのモデルの 4WD バージョンが 1.6 リッターだったんだ。それだと、装備は同じなのね。
そういうことだ。それで、肝になってくる積載性はどうなのよ？二列目を倒した時で言うなら、縦線 720mm、横線 275mm、高さ 875mm になるな。それは他のライトバンと比べてどうなの？例えば、プロボックスだと2列目を倒すと縦線 810mm、横線 420mm、高さ 935mm になるんだ。それだと、負けてるんじゃない？そうだな。これは後輪もダブルウィッシュボーン型のサスペンションを利用しているからだな。その、ダブルウィッシュボーンって何？ダブルウィッシュボーンっていうのはこういうサスペンションなんだ。そう言われても、よくわからないけどこの方はどういう特徴があるの？タイヤが取り付けられているナックルという部品をウィッシュボーンみたいな形の、アームで支える形状だからこういう名前なんだ。その、ウィッシュボーンっては訳するとどういう意味なの？鳥の鎖骨、だな。そうなんだ。でも、誰がこれを見た時に、鳥の鎖骨みたい、って思ったんだろうね。確かに気になるな。なんなら、人間の鎖骨の形も知らないもんな。そうよね。すごい不思議だわ。このサスペンションはさっきのウィッシュボーンが2つあってこれが上下に動く時の支点になるんだ。ああ、なるほど。動画で見るとどういう風に動くかわかるね。けど、すごく複雑な構造してるわね。それで、これが2点だから上下に動いても他のサスペンション形式に比べて、タイヤが傾かないんだ。そうか、確かにこれが1つだと、より斜めに動くのね。それで、カーブを曲がっている時とかに車体にかかる横向きの力は、さっきの鳥の鎖骨が受け止めるから上下の動きがスムーズになるんだ。なるほどね。つまり、サスペンションが真上真下に動くわけね。でも、その分部品の数が増えるからコストもかさむし重量も重くなる。それにスペースも広く取らないといけないんだ。それだと、全然商用車向きじゃないと思うんだけど。そうだな。まさにその通りでこのダブルウィッシュボーンは高級車とかに、多く採用されているサスペンション形式なんだぜ。具体的に、どんな車種に採用されているの？現行モデルで言うと、レクサス LS、メルセデス S クラス、BMW 7シリーズとかだな。本当に、世界に名だたる高級車じゃない、びっくりしたわ。でも、なんでそんなサスペンションを商用版に採用したのよ。それは、ベースとなったシビックがダブルウィッシュボーン型のサスペンションを使っていて、このパートナーもそれを有用したからだ。なるほど。他の商用車はどうなの？国産の商用車はもうだいぶ少なくなっているが、基本的にトーションビーム式だな。それは、どんなサスペンションなの？これは、さっきのとは違って左右一体型のサスペンションアームを持っているんだ。写真で言うとどれ？この、バネの右にある黒い棒みたいなやつだな。ああ、これね。これが左右で繋がっているんだ。そしてこのトーションビームがトレーディングアームという部品と繋がっているんだ。それは、どれなの？この画像の、真ん中に映ってる、ちょっとうねってるこの部品だ。なるほど。この方式のメリットは少ないスペースで部品を取り付けられるから、タイヤ周りの空間が広く取れるんだ。こっちの方が商用版向けじゃない。しかも、こっちの方が構造がシンプルだからコストが安いんだ。それでも、ベースのシビックがダブルウィッシュボーンだったから、このパートナーも有用してるわけね。そういうことだ。だから他の商用版に比べて乗り心地がいいんだよ。それで、この車は VTEC エンジンを搭載してたの？いや、このパートナーには搭載されていないんだ。でも、ベースのシビックは搭載してて、パートナーとはプラットフォームが共通だから比較的簡単に乗せ替えることができたんだ。そもそも、プラットフォームって何？車のフロア構造、サスペンション、ステアリング、エンジン、トランスミッションのことだ。つまり、駆動系と足回りってことね。そういうことだ。そして一つのプラットフォームにいろんなボディを乗せて車ができるんだ。なるほどね。プラットフォームが同じだからパートナーにも、シビックのエンジンが乗るってことね。そういうことだ。パートナーに乗ってるエンジンもシビックの下位グレードのエンジンだからな。
そうなんだ。でも、これ乗せたらすごい過激な車になりそうね。そうだろ。でも、世の中には実際にこれをやった人がいるみたいなんだ。すごいわね。そうすると、設備が省かれているからボディが大きくなって重さがそのままになるんだ。それ結構すごいことじゃない？そうなんだよ。荷物をたくさん詰めるけど、空荷の時はシビックタイプ R の走りを楽しめるんだ。それ、人によっては理想のスポーツカーなんじゃない？でも、すごく台数が少ないから見かけることはなさそうだが、もし乗れたら霊夢はどこを走ってみたい？そうね。F1 グランプリに参戦してみたいわ。それはさすがに無理だな。ルール的に絶対エントリーできないからな。そうなの？じゃあ、M1 グランプリは？それはもっと無理だ。そもそも車のレースじゃないだろ。あら、そうだったわ。私ったら、ドジドジ。それで、このパートナーはいつまで売られてたの？今紹介した初代が2006年まで販売された後、モデルチェンジして2代目が2010年まで販売されたぞ。あ、これモデルチェンジされたのね。全然聞かないから、初代で終わったと思ってたわ。じゃあここから2代目の紹介をしていこう。2代目は初代と違ってやウェーブがベースになったんだ。なんで、シビックベースじゃなくなったの？シビックがモデルチェンジで大きくなったんだ。その結果、5ナンバーから3ナンバーになって、それを商用版に仕立てても維持費が高くなって使い勝手が悪いからだな。なるほどね。結果として、車格が一つ下がってサイズは同じままでパートナーは2代目になったんだ。つまり、他の車はモデルチェンジの度に大きくなっていってるってことね。そういうことだ。そしてこの2代目もベースモデル譲りの豪華装備がついていたんだ。どんな装備？ついにパワステが標準になったのかしら？そうだな。さすがにもう時代的に豪華装備でも何でもなかったからな。私が言いたいのはそこじゃなくて、当時のライト版はまだコストを抑えるために、マニュアルミッションが標準だったんだが、この車は5速オートマだけだったんだ。これは、なんでなの？おそらくエンジンとの相性とか設計の都合だろうな。そうなんだ。あとは何かすごい装備はあったの？エンジンの回転数を表すタコメーターがついてたぞ。え、それって結構珍しいの？ライト版でついてたのは今現在までこの2代目パートナーだけだぞ。さらに、前席パワーウィンドウやサイドエアバッグとかもついてて、正直異例なくらい豪華装備だったぞ。それで、この車はこの後どうなったの？ベースのエアウェーブが生産終了になったのを機にこの車も生産終了になって、それ以降ホンダからライト版は発売されてないぞ。それじゃあ、ベースのエアウェーブも含めてホンダが期待していたほどは売れなかったのね。そういうことだな。売れなかった原因はなんでなの？まず、この頃はミニバンブームの最中でステーションワゴンそのものに人気がなかったんだ。確かにこの頃って、アルファードとかエルグランドとかがファミリーカーとして、人気になっていたわね。そうだな。だから、人気のないステーションワゴンはベースモデルにも人気が出なくなる。まさに絵に描いたような悪循環ね。そして、ライト版に関しても使い勝手がよく圧倒的な販売店網を持つトヨタや日産の車種が、売れ行きを伸ばしたせいでパートナーの売れ行きは伸び悩んだんだ。パートナーを取り巻く環境は最悪ね。それに、軽自動車にルーフを高くしたハイトワゴン。さらにルーフを高くしたスーパーハイトワゴンというジャンルができつつあったんだ。そうだったのね。この頃だったのね。そして、そのハイトワゴン、スーパーハイトワゴンをベースにした貨物車が増えていたんだ。その軽貨物車って、軽トラとかもそうなんだろうけど維持費とかはどうなの？まず、軽自動車なら商用でも車検が2年に1回なんだ。商用モデルでも2年に1度だったんだ。車検って、案外めんどくさいもんね。そして、1年で支払う税金もほとんど半額になるから軽貨物車ってメリットが多いんだ。それじゃあ、ライト版陶器の時代なのね。いや、そんなことはないぞ。ライト版にはライト版の需要があるんだ。そうなの？軽スーパーハイトワゴンとかだと都心の立体駐車場とか入れないんだが、ライト版ならそんなこと気にする必要もないんだ。確かに。
そういうところはライトバンの強みね。ああ、万人受けはしないが、必要とされている人にはものすごく刺さるのがライトバンだと思うから、ぜひなくならないでほしいな。そうね。私もそういう存在になりたいわ。万人受けは捨てて、本当に必要とされている人にだけ必要とされ続ける存在になりたいっていうことか？そうよ。なかなか難しい世界だが、頑張るんだぞ。ところで、このパートナーはどうしてヒットしなかったのかしら？それは、もともとこういうライト版って発売して一気に販売台数が伸びることもないが、売れる車種は継続的に売れ続けるし売れない車種はずっと売れないからな。そうなのね。でも、このパートナーに関しては正直ライバルのトヨタ車とか日産車とかに比べると、ライト版としての作り込みが甘い気がすると感じるぜ。確かに、初代もサスペンションがダブルウィッシュボーンなせいで、積載量が起きていたりするしね。そうなんだ。二代目も商用版にとって余計な装備がいろいろついてたからな。そのせいもあって、値引き交渉とかを踏まえるとパートナーより他の車種の方が安く買えるみたいで、あんまり販売台数が伸びなかったんだと思う。そうなのね。いいところもあったのに、残念ね。結局ライト版として大切なものが削られていて、ずれたところに良さがあっても、ユーザーから受け入れられなかったんだ。そうなのね。でもいつか、ホンダの VTEC エンジンを搭載して、マニュアルで操るライト版が出てきてほしいわ。なんでだよ。それはスポーツカーでいいじゃないか。でも、スポーツカーって年々高くなってるじゃない。だから、いらない装備がついてなくて重量も軽い。ライト版がいいのよ。なんだか一理あるな。そうでしょ？シートが安っぽかったらバケットシートを入れるし、それ以外にもライト版の装備で不満があれば後付けでどうにかするから。確かに、後席とかトランクにサーキットに行った時用のタイヤとかも詰めるしな。そうでしょ。個人的にいい選択肢だと思うのよ。そうだな。今後の新車に期待だな。そうね。ガソリン車で運転してて面白い車種を期待してるわ。時代的になかなか厳しいかもしれないが、メーカーには頑張ってもらいたいな。そうね、すごく勉強になったわ、ありがとう。まだまだ車のこと知りたいからまた教えてね。わかったわ、霊夢のために次の車も選定しておくぜ。この動画を見て新しい情報や感想がある人はぜひ気軽にコメント欄にコメントを書いてほしいわ。この動画が参考になったと思う人はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするぜ。では、ご視聴ありがとうございました。